タレントの南明奈、32、が23日放送のフジテレビ系ネプリーグ SP にディズニー大好き女子チームのキャプテンとして出演した。南はディズニー好きとして知られており、多い時には週4回通っていたこともあり、お笑いコンビ甥っ子の浜口優、49、からのプロポーズの場も、結婚披露宴も東京ディズニーシー、ホテルミラコスタというほど。漢字問題には苦戦したものの、ディズニー関係の問題に対し、安定した回答ぶり。チーム戦のため、優勝はならなかったが、笑顔で元気な姿を見せていた。南は今年6月に第一子を死産したことを SNS で明らかにした。SNS や東京五輪の聖火ランナーとして姿を見せていたが、テレビで姿を見せたのは久々とあり、ネット上でもアッキーナがテレビ出てる。私も頑張る、本当に幸せな未来をお祈りしたい。アッキーナが笑っててほっとした。アッキーナが別格の知識を持ってると思う。アッキーナ素晴らしい。アッキーナのことテレビで見られてなんだか嬉しい。少し痩せたかなとは思うけど、なんとか元気そうで何よりだなと思うという声が多く上がっていた。